一つ目が、横断的なデザインができるところです。これは、グラフィック、デジタル、漫画、ファッション、この4つの分野をそれぞれ広く浅くまずは学んでいきます。なので自分自身の特性がどういったところにあるかっていうところも、ここで見定めていくっていうのがポイントになってきます。で、2つ目が、デザイン思考を学べることです。デザイン思考っていうのは問題発見能力とか問題解決能力みたいな形でその人たちが悩んでることっていうのを自分自身で見つけ出していってそれをデザインの力で解決するっていうのがとても大事になってきます。4つの分野を学んで多角的に物事が知れることによってこのデザイン思考を持っていろんなことをきちんと解決方法を見出してあげるっていうのもできると思います。で、3つ目がやはりその中で表現の幅が広がることです。グラフィックとファッションを組み合わせてこういった解決方法があるんじゃないかみたいなところで表現の幅が広がってくると思います。実際にファッションデザイナーになる人もいるしグラフィックデザイナーっていう職種に就く人もいます。もちろん動画編集であったり漫画ってキーワードに突き進む人たちがいるので本当にさまざまな分野の職種につけることができると思っています。ただやはりその中でもファッションを学んでるんだけどもグラフィックデザインの要素が分かっているとかいうふうになってくると現場の中でも非常に重宝されやすくオールマイティに仕事ができるようになってきます。その3年間を通して自分がやりたいことっていうのをきちんと見出すっていうことも一つポイントとなってくるのでもしかしたらなりたい自分になれるみたいなところができる学科かなと思います。どんな分野にも行きやすくなるってことはデザイン思考さっき言ったデザイン思考みたいな形でデザインで物事を解決していくっていうところができてくるとずっとデザインの何かに関わって仕事ができるそういうふうな形になるんじゃないかなというふうに思っています。デザイン業界って難しいところでこの資格を持ってるからこれだけのレベルがあるっていうところがあまり測れない部分も正直あって業界に就職するために資格っていうところよりも実際に卒業した時にどれだけ資格が取れるかみたいなところもポイントになれるかなと思っていて卒業すること自体がまずワンステップ。私も卒業生で初心者でグラフィックデザイン学びましたけどちゃんと2年後には就職をしてデザイン業界で入れたので実際にこの3年間さらに1年多いっていうところでは全然初心者でも大丈夫だと思います。根性のある人です。コミュニケーション能力とか、いろいろあるんですけどやっぱりやりたいって思う気持ちを常に持ち続けたり楽しめるっていうところも重要になるかなと思っています。コミュニケーションも根性がいるからやっぱり苦手な部分もあるだろうし相手のこともちゃんと聞き入れないといけないっていうことで言うと根性とかコミュニケーションとか、あとはやり続けられるみたいな楽しめるっていうところはとっても重要かなと思います。